あいつらは。戻ってきたのか。何か悪いかよ。アキトが昔揉めたのってシェパードだったのかよ。メジャーデビューして出て行った奴らじゃんか。ビビットストリート出て他のとこで歌ってるって聞いてたが、まだこの辺でもイベントやってたんだな。それは悪かったと思ってる。あの時客を盛り上げられなかったのは俺の実力不足だ。だが今はもう違う。あの箱のクロールグリーンの客だって絶対に沸かせてやる。はあ？なんでお前ら相手に。そんなわけあるかよ。アキトはな。おい、いい、やってやろうじゃねえか。うーわわ、大変、どうしよう。そうだ、もうこんな時間か。続きは明日にしておこう。アキトもトレーニングを終えた頃だろうか。もしかしたらルカさんとイルミネーションを見ているかもしれないな。もう少ししたら連絡をしてみよう。トーマくん、大変、大変なの。ルカさん、何かあったんですか？そうなの。今、秋葉くんが農場で喧嘩を始めちゃって。喧嘩？あ、喧嘩って言っても、歌でね。でも、相手の方が多かったし、なんだか不穏な空気っていうか。それに、秋葉くんにも因縁のある相手だったみたいだから。因縁の相手？わかりました。すぐ出ます。それと、万一のために、白石に頼んで、ケンさんに連絡をしておいてもらおう。ルカさんは、アキトの近くにいてやってくれませんか？そんな状況じゃ、アキトとは連絡もつかないと思うので。わかった。また何かあったら、その時はアンちゃんの方に行くね。すみません。お願いします。ダメだ、繋がらない。この時間は賑わっているだろうし、店の手伝いで忙しいか。他に連絡手段は。そうだ、もしかしたらまだあずさわも一緒にいるかもしれない。は、始まっちまった。あの頃もやべえと思ったが、それ以上に上手くなってやがる。俺が追い上げてる間にこいつらも走ってたってことか。
あの時みたいな絶望感はね。俺もずっと走ってきた。あいつらと一緒にラッドウィーケンドを目指して走り続けてきた。一人で突っ走るのもいいけど忘れないでよね。私たち4人でラッドウィーケンドを超えるんでしょ。これはあんただけの夢じゃないの。うん、4人で歌おう、しののめくん。アキト、お前は最高の相棒だ。俺が壁にぶつかってくすぶりそうになった時はあいつらが引き上げてくれる。一緒にやるぞって、上へ上へ押し上げてくる。あいつらのおかげで俺は昔より何倍も速く走れてきた。もう昔の俺じゃねえ。だからいい感じに盛り上がってきたな。これならもっと声を張り上げたら。昔はどれだけ努力してもラッドウィーケンドには届かねえかもしれねえって感じてたけど、今はあんだけすげえと思ってた奴らに張り合えてる。あの時感じた限界を俺は超えられてる。このまま最後まで。すげえ。アキト、誰がどう見てもお前の勝ちだよ。勝ったのか。あの頃は絶対に無理だって思ってたのに、俺は成長できてるんだな。今、俺は一瞬何を感じた。憧れの場所に泥を塗ったことを少しでも取り戻せたって。昔ボコボコにされた奴を見返せて自分が成長してるって、そう思って、どこかで安堵しなかったか。何ダセーことしてるんだ。俺はダメだろうが、ここじゃお前はこんなところで一瞬でも満足しちゃダメなはずだろうが。俺たちが目指してたのはもっとずっと先のはずだろう。トーヤもアンも小羽もこんなもんじゃねえ。あいつらだったらもっと歌える、もっと沸かせてる。遠野だったらこのくらい簡単にやってのける。
それに。あの人たちの歌は、心臓痛くなるくらい熱く震えて、体中汗が吹き出して。そうじゃねえといけねえのに、こんな、この程度のレベルで満足していいわけがねえ。別に、何もねえよ。ただ、こんなんじゃまだ足りねえんだ。あ、おい！待ってて、アキト！どこ行くんだよ！